柴又でトラさんと GoTo トラベル、イエーイ。柴又でトラさんと GoTo トラベル、イエーイ。トラさんの記念館でみんなで行っております。うん、そんなわけで、トラさん記念館、トラさんと、ミュージアムカフェに、これから行きます。トリさんもいます。トラさんカフェ行きますよ。お、すごいですね、ピラミッド。ピラミッド、いや、屋根じゃないですか、行きます。トラさん記念館の横にある、トラさんカフェに来ました。来ました、来ましたね、ついに、非常について、トリさんがトレ、トレさんって言ってるんで、動画撮りますが、土偶なんですけど、あの、柴又稲荷って言ったかな、なんか、そこに遺跡があって、そこから発掘されたんですよね。それで、それなんと、あの、渥美清さんが亡くなって5年目のあつでに、渥美清さんの誕生日の日に出動されて、まさにこう帽子かぶってるんでしょ、トラさんみたいな、これのね、出動されたんですよ。ちょうどあのトラさん、渥美清さんが亡くなった日、あの誕生日の日。じゃあ、もともとトラさんこの顔だったんですか。ちょっとシュッとしてます。3月10日ですね。3月10日、そうですね、大好評。いや、違うね。亡くなったのは4月8日じゃなかったかな。ちょっとそこら辺は曖昧ですけど。カフェを待ちます。つながりが。でも撮影中に亡くなられちゃったとかですか。いや、撮影中ではないですね。もう最終話の方はきつそうでしたね。48、僕は声かけても、受けることはなかったし、うん、でも新聞に叩かれたんです。後半はね、もうマスクしても首がもうね、あの病気でもうしぼちぼになっちゃってたから、それを隠すためにマスクじゃないや、マフラーして、そうなんですよ。トラさん、男はつらいよ、見てください。泣けますよ。スタッバイトラさん、50周年とトラさん、1個ずつ持ってくるので、あのこちらちょっと崩れやすいので早めに持ってくるかもしれないね。スタッバイ、これとトラちゃん撮りたいね。そうです、ね、あ、いいっすね。あ、かわいい。そうだね、正解。正面の方がね。いいですね。あ、その顔もあれなんですか。はい、今もう一回笑って、あ、そういうことですね。それはあのやっぱトレーニング済みですか。毎日トレーニング。あ、結構じゃあ辛いですね。何なんとも辛いですよ。めちゃくちゃ色っては分かんないね。色っては分かんない。本当のトラさんはコーヒーとか飲んでたんですか。コーヒーは飲まないですね。そうそう、トライヤーとかね、あの辺でお茶ですからね。でもマドンナが喫茶店にいたらコーヒー大好きだ。あ、そうですね。なるほど、マドンナ次第。じゃあ、あと1個来たらあれですね。タコさんでありがとうございます。ありがとうございます。よかったですね。コーヒーは飲めますね。まあこれはあれですか、やっぱ SNS でチェック済みですか。はい、調べましたよ。徳川さんの SNS もチェックしてくださいですね。アフロディテ TV も見てください。今何の話してたの。あれ、回したら止まっちゃった。ブラーっと回ったコメントですよ。あ、皆さん、あのやっぱりね、男は辛いですし、固定観念にとらわれないことですね。虎だけに。今神が降りたんだ。それを
大丈夫だ。今トラさんあれ横文字でゴートイートって言ってました。バレました。セリフにないやつ。未来人ですね。トラさんが言わなそうなことです。そう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 。ゴートイート。カフェどうですか。トラさん記念館来てます。が。こう。脳天から行かれたやつ。インスタがね、ちょっとミキさんのだって脳天からってさっき言ってたもん。ミキさんの作脳をすするとか脳みそすするとか言って脳みそすするとかやめましょうね、そういう話。ちょっと流さなかった。結構多分上質なカフェなんですけど、せっかくせっかくのアートが俺の中の AI が働いちゃいました。ようさんだったな。高級カフェでお茶をしてね。そうそうそう。結構ね、角度とかもね、この上がね、ちょっと光が差す感じでね。いいですね。トロさんがまるで似合わないですね。私、なぜか似合わないって言わない。さっきの商店街。ね、商店街なのかね。皆さんにご挨拶。そう、お茶飲んだ方が。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、そうそう、決め台詞ですもんね、お久しぶりってね。初めての人とかでもそうですね、こうあと、ね、店の方にね、フライバーって、ね、お帰りって言って、うん、あ、なるほど。トラさんがそういうわけだったらしい、うん、なんかこう、なんかこう、なんかね。で、若いやつすると、相変わらずバカかあ、そりゃ言っちゃおしまいね、お店の人も嬉しい、うん、うん、商店街でね、うん、ドリちゃん何ですか。え、いやさっき言ったこのトラさんの道具なんですけど、ああ、こんな昔に、まあ多分弥生時代とか1300年前って書いてある。1300年前、これが何ですか。宇宙人っぽいってことです。奈良の宇宙っぽいってことです。どうしようかな。でほら、それはあれですか、宇宙ヘルメットじゃないと。あ、そっちの人に言ってるんですか。マジですか。それはトラさんに言ってるんですか。何を。会話の下手くそっすね。会話が終了トラベル。終了トラベル。この後のあれですね、旅行の方はトリさんなしで行ってじゃあトリさん柴又に置いてきます。ギャグのノルマクリアできなかった。ヤギの私ヤギの私。マジですか。千葉の方に千葉のトリさんだけヤギの私で千葉や。それは島流しってやつです。そうです。鳥流しっていう。いやもうこれはな、しまったしまった。すごい次々出る今日。もうこれかぶせるかぶせる。これ結構さがバズってるから今さやばくなってますからね。バズり方が違うもんな。ピーナッツができたみたいですよ。向こうが。あ、そうなの。千葉ね。ミキちゃんさ、千葉へやろうとしてるからね。いや、それに行くって言われてる。寸法手形ないから、いけないな。上質な秋のカフェ。そうですよね。それではまた。そうそうそう。ここはちょっと上品なところなんでね、皆さん。上品な。秋で味覚ね、また。この様子撮ってよかったね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、カフェの方が出ましたが結構良かったですね。このカフェ皆さんおすすめなんで、結構ね来てみてください。はい、この辺もなんかね、どういうこれか見ようと思ったら結構ね、どんなものかありますね。お、なんかすごい。あ、これはトラさん、トラさんを呼ばないとこですね。はい、あー、すごいっすね、これ、うん、あ、本物ですね。あ、なんだなんだ。やってくれました。すいません、パフォーマンス中です。
すごいですね、本物はこっちですね。ちょっと実際にちょっと帽子をね、はい、あ、すごいですね、全く一緒ですねすごいな、これは。で、アトラさんが帽子がないんですが、これはミュージアムにあるね、これすごいですね、本物のトラさんと、軽くあれですね、みんな今写真撮ってください。ああ、なるほど、はい、今トルさんでいいですよ、トルさんで写真を撮る、すごいですね、これはパフォーマンスが、これはあれですね、ミュージアムで働けますね。いいね、すごいですね。はい、いいですね。男は辛いよ。こんな感じでね。これありますかね。ポーチは？いや、ポートレートポーチ。トラちゃんです。どうですか？トラサブロでございます。トラちゃん、今日楽しいですか？楽しいですね。男は楽しいよ。話が変わるね。だんだん辛くなくなってきて。今日はモテモテ。モテモテですよ。いっぱいマドンナがいますからね。あ、そうですね、美女がいますよね、ちょっと美女入ってもらっていいですか。あ、そういう感じなんですね。わー、で社長全く辛くないですね。スラマタです、スラマタです。トラさん記念館です。こういう時に合う歌とかないですか。歌ですね、セリフとか。セリフ、はい、結構オケだけちゃう。だんだんギャグになってきてますけどね。悩んでるいろんな大ナンバーとか、ね、七つ長野の善光寺八つや中の奥寺で竹の柱に帰れね、手紙に下げてもいとらせぬ信州信濃の新そばよりもあたしゃあなたのそばがいい。あー、すげえ、はあ、これチップ入りますね。ここでいうとチップ入っちゃうんですよね。気をつけないとですね。